カ西イ森尾は、青森県志浦村生まれの小人外科医。旧制、第二高等学校、東北帝国大学出身。胆道閉鎖症に対する手術、関門部長吻合術を開発したことで知られ、この術式は、カ西の名前を取ってカ西手術とも呼ばれる。カサは1922年に、青森県志浦村で生まれ、函館で育った。1935年に、 旧制箱館中学校に進学し、1940年に卒業した。河西の父は近代教養を重んじる経験なクリスチャンであり、この影響を受けた彼はグリムドーアやアンデルセンに親しんで育ったのだという。河西は1941年から1943年にかけて旧制第二高等学校に在学した。旧制二高時代の学友には、 同級生の色川大吉、先輩の佐藤春夫などがおり、どちらも同じ山岳部に所属していた。当初は秋吉寮に居住していたが、時代背景から寮が、受け化したとして、山岳部院で、あたご神社の社務所を借り、成形寮と名付けて卒業まで暮らした。1943年9月まで旧正二校に在籍した後、繰り上げ卒業により、 1943年10月に東北帝国大学へ進んだ。1947年に同大学医学部を卒業後、東北大学医学部付属委員で同年10月から1949年2月まで研修医生活を送った。当初は小児外科が診療科として独立しておらず、火西は一般外科医として医師生活を始めた。 研修医生活を経た後当時の東北大学第二外科に入局したが、この一局には後に日本初となる小児外科診療のチームができ、火西はここで分野の発展に寄与した。1953年には講師に承認した。単動閉鎖症では、肝外単管の閉塞などにより、単汁が肝臓に訴えし、放置すると閉塞性横断。 観光編に至る火西は1955年に単独閉鎖症患者に対して初の関門部長分合術を行った。当時この病気には治療法がなく自主的な病気と考えられていたが、この手術で患者の横断が消失したことから火西らは1959年の手術史でこの方法を発表した。日本語論文だったことや会議から欧米での導入は、 幾分遅れたが、火災は1968年にジャーナルオブピ f p e d i a t ク i c ジェリー氏へ英語論文を投稿したほか、海外から多くの視察を受け、1970年代にはアメリカでも行われるようになったという。火災は自分の名前が冠されることを渋っていたというが、現在この手術は彼の名前をとって火災式手術と呼ばれる。 生後60から90日以内に行う必要があり、手術後も完治するとは限らないが、火災式手術の導入は、患者の長期生存を可能にし、現在でも第一選択の手術である。自身でも長期予防の面から、現在行われるような肝移植の可能性についても考えていたという。また、日本担当閉鎖症研究会は、火災が発起人となった。 単独閉鎖症病系分類の会合に橋を発し、患者の全国登録制度を整備したほか、火災は1972年からインターナショナル、仙台シンポジウムオンビリーリートリナと称した国際シンポジウムも主催した。1959年には1年間の人気付きで、フィラデルフィア小児病院のフェローシップに参加し、当時外科部長だったチャールズ・エベレット・クープ医師のもとで、検査も積んだ。 クープとはその後も交流があり、1970年代にはフィラデルフィア小児病院での単独閉鎖症研修プログラム創設に力を貸したという。葛西は帰国後の1960年に第2外科の助教授へ承認した。葛西は1963年から1986年まで第2外科の第3代教授職を務めた。 1981年から1985年には、東北大学病院の院長職にも就いたほか、医学部長も務めた。第2外科からは、後に、小児外科学、先進外科学、腫瘍外科学など多くの診療科、研究室が独立したが、その基礎は火災が行った治療法の開発、診療科の発展にあったとされている。の研究も多岐にわたっており、 手術後の輸液管理、高カロリー輸液、小児の肝臓癌組織分類、ヒルシスプルング病の後方三角弁法開発、食道癌手術の予後改善などを追求した。1970年には連名で肝臓癌の一種である肝芽腫について予後を含めた組織分類を世界で初めて発表した。火災は1986年に63歳で、 東北大学を定年退官し、同大学の名誉教授となったほか、NTT 東日本東北病院の院長職に就いた。その他公職としては、宮城県の教育委員長が挙げられ、1995年まで同職を務めたほか、宮城県人造協会の理事長も務めた。1998年には、春の叙勲で、訓二等随法庄を贈られた。 翌1999年には脳梗塞を発症し、その後はリハビリ生活を送った。寝たきりとなって妻の介護を受けつつ、福島県で暮らした後、2008年12月8日に人不全のため仙台市青葉区の東北大学病院で死去した。86歳つ。1966年には幼い娘を原因不明の病で亡くしたといい。 しかし人々には、これが研究への原動力だったのではないかと語られている。火災には幼くして亡くした娘の他に、4人の子供を残して亡くなった。日本史をこよなく愛し、後輩医師らと飲み交わしながら研究の話などをするのが好きだったという。火災が愛した飯出さん火災の趣味は、スキーや登山であり、1948年の手紙には、 現在、すべての社会的、家庭的な事柄はそれだけで済ませるようにして、俺の生活は、医学と山のみに限りたいと思っていると綴るほどだった。カッサイは、イーデさんを愛し、ふもとの山形県証国町にある古いまたぎ小屋を買い取っている。1968年には、カナダルケニアボン島町の偵察隊長を務めた。1986年には、 東北大学日中友好チベットを学術登山隊の隊長を務め、タイは二円チェンタンラ山脈登頂に成功した。この時は、河西が総隊長、登山隊長で、旧正に高時代の学友である、色川大吉が学術隊長という体制だったほか、自分の年の100倍の高さまでは登りたいと、標高6100メートルの全身キャンプまで登ったという。また、 1995年には、東北大学医学部の山学部関係者で作った、牛虎両山の会による、執気無臭、死による中等状態で、学術総隊長を務めた。ありがとうございます。